前らを呼び出したのは何かわかるか。え、これ何、大食いの負けるってこと。ちげえよ。俺は怒ってる。俺は一応仮面ライダーのベルトつけて生活したんだよ。全部聞き取れ。一週間仮面ライダーつけて俺生活しないわけ。あー、明日だ。あれか、マジで頭になかった。出た、すげえ餌食になるのは誰か。うわー、やだ。なんで正義いない時にこれやんだよ。3分の1やろ。やばくない。誰がするか決めてんの。そうです。マジで。お前らに地獄を見してやる。では発表する、やだ。次の一週間やるのは俺でーす。俺こういう終わらない。2つ目、次の一週間企画、うん、1週間サラダチキン生活。おー、なんでサラダチキン。僕体重が99ぐらいです。やばい。で今体重測るのでみんな見して、スタートってことで何キロやってたかね。え、一列何個食うのサラダ。だから朝昼前に。あ、飲み物はね、ウーロン茶だけど。あ、でもウーロン茶固定なの。固定。俺が高校時代ね、ウーロン茶ダイエットで12キロ落としたんですよ。それが頭に残ってるんだ。ちょ、体重計乗ってくるわ。はい、ということで完璧に裸になっていただきました。乗ってください。行きます。99.6。 あと 0.4 キロで100ですよ。じゃあまあこっから何キロ痩せるか。そうよね。サラダチキン生活。あ、じゃあもう今日はもう深夜だから、明日の朝から。朝から。そうしようか。始めていきたいと思います。始めよう。おにぎりうめえな。おにぎりってうめえな。うめえな。別にいいもん。俺だって自分の自ら言ってるもんね。サラダチキンちゃん、めっちゃ欲しそう。そう、ダメだ、助けて。大体ね、あんた初日でこんなになってるようじゃ全然甘いよ、まだまだ余裕だから。え、君、サラダチキン。俺ね、ナナチキプリプリ、見てみ。早く食いな。うん、味しないから。うん、うまっ。おー、ちょっと食べない。デブ。ダメだ、もう顔がデブすぎる。一口お前食ってみちゃう、これ。うまい。あ、貴重なご飯を。全然おいしくない。うん、まい、おいしい。焼き肉ベイトです。これやばい。うわ、本物や。いただきますわ。あ、うわ、うわ、パパ。じゃあ頑張ってください。来たね、来たね。一生高級。これめっちゃ面白い。うわ、はい、これだけ食べれる。ここ食える。じゃあ、サーモン食べよっか。話してください。あれや、あ、食べたい。サーモン大好き。大好き、大好き。何さ、サラサラないっす。ヤミさん、これだけガチっての分かってもらいましたよね。いや、本当にすげえよ。それっぽくやればいいじゃないですか、ね、皆さん。最低。出るか出るか出るか。出たー。最上級の嫌がらせパーが出ました。ヤミさんにね、次の曲作ってもらいます。シェイクだ、シェイクだ、シェイク。また美味しそうな人ね。俺の食事の時間だったアボ。サラダチキンの美味しい食い方ってやつ、俺はな、聞いたんだよ。実にどうでもいい。さよならー。はい、今日のサラダチキン見て。ファミリーマートの焦がし醤油風味の国産鶏サラダチキン。これの美味しい食い方、俺は聞いたんです。このまま開けると汁がめっちゃ出てくるじゃん。だから、この汁があんまり染み付いてないわけよ、中まで。これを潰して、汁を充満させれば美味しく食べれますと。お前ら羨ましくてちょうだいとか言うんじゃねえぞ、バーカ。いらない。はい、これクッキングの音でお願いします。 BGM こだわり出したよ。もう汁ぬめり込んでるから美味しいんですよ、これ。全然そのワード美味しそうに聞こえないわ。ほら、これが。こんなのうまいの、これ。え、全然うまそうじゃない。全然美味しくなさそうだろ、これ。あー、食うとるよ。燃え上がれー。なぜガンダム。え、一口ちょうだい。いいよ、お前風邪ひいてない。大丈夫、ノリ、風邪ひいてる時。ケツの穴から取る。一番ね、タレがついてる。一番ね、タレがついてる。あ、ケツの穴だ。ガチうまい。あー、あ、やっ、誰にもイケメンキャラやろ、お前。1週間サラダチキン生活するんだったらさ、うん、絶対同時にさ、うん、筋トレした方がいいじゃん。いいじゃん。我々クラスになるとサラダチキンで体重余裕で減るから。何日目だ。2日目だね。じゃあこの調子で痩せたまえよ。
セリさん。はい。何食ってるんですか。それうまそうですね。やめて。もうお腹すくやん。ちゃんと。車にちゃんとチキン積んでるもんね。積んでます。食事のお時間でーす。さあ今日もねサラダチキンハーブです。全然食ってないじゃん。一食じゃん。なんかね腹減らなくなってくる。これがやっぱ豚の気落ちたやつですね。どうでもいいけど。お久しぶりのご飯。めっちゃうまい。でもやっぱちょっと油入ってる。だから取る。周りが食ってても羨ましいなと思うけど。マイケルジャクソンじゃない？面白いだ。まあまあ似てたから俺もカメラ向けちゃって、まあ、あと3日後2日後ぐらいにね攻撃来ますから頑張ってください。頑張りまーす。シカゴラムスサノフェインわー。童貞生活53,552日目ですね。67,632日目です。見て寝てるわけよ。ブス生活7,53,572日目ね。あ、ブス生活10億日目だな。今日がちょうど10億日目。ちょうどぴったし。はい、とりあえず行こうか。じゃあおい。10億日目なだけある。今日はなんか珍しい味のなサンドリー、タンドリーチキン買ってきたからな。サンドリー、寝顔めちゃくそ。いやでもね、なんか知ってるよ、あのあれよ。あー美味しいね。これ絶対休めでしょ。いやめっちゃ休めでしょ。超飲んでる。そう書いてあるあー全然待ってるぞ。ほら起き上がんの早。うまい。これってなんか一番うまい。あ、ほんまに。ほんまに。口見やだ、お前のその食いかけ。なんだその潔癖症。え、これうまくないマジで。あーちょっと俺誰に食ったのとか。お前もやだ。ブスも食べる。おい、ちょっとそういうのとか見てし。おめえもやだよ、お前。ごちそうさまでした。あれ全部食わない。全部食おうと思う。あと俺他にもね作戦練ってるから、それ残り3日か俺が秘策を教えます。さあやってきたぜ。サラダチキン5日目だ。こいつの吸い方うぜえ。それなにそれなにそれなに。ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト。じゃあ今日も寝た。だからこれやっぱこのもみもみね、汁を和ませて。あ、甘い。あ、箸取ってこい。本当にいただきます。はい。あ、うまいわやっぱり。さっきもお前なんかさスタミナラーメンみたいに食ってたじゃん。匂いがプンプンくるんですよ。もう本当にもうやかましかったわ。これ変なのってきます。無理やわ本当に。デスソースだけは。いや俺、俺食うのこれ。めっちゃ合うよ。デスソース挑戦してみます。マジ。うわうわ全然。あ、あ、おマジックアンド生活みたいな。終わった。6日目。これソーセージ。サラダチキンちゃうやんけお前。スーリン。これが新発明サラダチキンスティックだ。やっぱりさもう、あ、今日6日目か。飽きるじゃん。あってやめて。だからちょっと変えました。スモーク味。ステレーティルルルルル。おい、あの大事な食事。ごまなくせ、ごまなくせ。痩せた。絶対痩せた。なんか見た目出てない。全然変わって。1週間で3キロぐらい減ってればいいかな。絶対痩せるよ。もう確実に。はい、1週間終わりましたー。ああ、そういえばやってたね。やってたね。何だお前のその反応。やってたの。やってた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 ろー。でね、もうサラダチキンやってると、俺も顔とかもめっちゃ好き。全然変わんないよ。タツキだわ、これ。見た目は分かんない。分かんないよ。タツキで分かんなかったら終わりよ。デリデン、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 デブです。デリデン、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 デブです。だけなんかバカにして。これ7日前何キロだっけ。 99.6 です。 99.6。 It's munching。 さあなんぼだ。98.4。 全然変わってない。隠れて肉食ったな。食ってません。いや、お前ら一ついいよ。俺こんだけ辛い思いしてサラダチキン食ってこれしか痩せないから、ダイエットなんか死ね。辛い思いして腹ペコになりながらも我慢してさ 1.2キロ。ふざけんなよ。俺今ね体重乗り終わって思ったよ。サラダチキンって筋肉つけたい人が食うものだと思って。まあでもある意味なんか検証結果出たらよかった。まあ確かにサラダチキンなんか食っても痩せないと。痩せないと。ふざけんなよマジで。おい、わらラーメン行くぞ。行こう。行った。行こう行こう行こう。好きになって信じたってどうせ恋なんて。
歩が踏み出せない自分が許せない。